大田隆氏は、日本の実業家、学術博士、近畿日本ツーリスト代表取締役社長、東海大学教授、横浜市立大学客員教授などを務めた。三重県生まれ、1962年30、県立伊勢高等学校卒業、1966年横浜市立大学分離学部卒業、近畿日本ツーリスト入社、営業や、 旅行企画を担当した後、1998年人事部長、1999年取締役、2003年常務取締役、2004年から代表取締役社長を務め、2008年には店頭販売事業を統合して、KNT ツーリストを設立した、2008年相談役、2010年東海大学観光学部教授、 2013年横浜市立大学大学院都市、社会文化研究科博士後期課程修了。論文、昭和前半期における修学旅行と旅行文化で、博士の学位を取得。指導教員は、高橋博と、横浜市立大学客員教授なども務めた。2015年原発不明癌のため、品川区の病院で死去。ABC、著者略歴、 昭和戦前期の伊勢三宮修学旅行と旅行文化の形成、代表取締役の移動等に関するお知らせ近畿日本ツーリスト。来年1月に店頭販売専門会社が誕生 KNT 観光経済新聞2007年9月8日2月9日に市民文化会館で開かれる大山道町づくりサミットで講演する大田隆さんタウンニュース伊勢原版掲載号。 2014年1月24日、大田隆氏リサーチマップハット、昭和前半期における修学旅行と旅行文化、横浜市立大学、大田隆氏が司教元近畿日本ツーリスト社長、日本経済新聞2015年1月29日府、大田隆氏が司教元近畿日本ツーリスト社長、西日本経済新聞、ありがとうございます。